はい、こんにちは。今日は2022年8月13日土曜日でございます。今ね、午前11時20分ぐらいですかね、20分過ぎたぐらいですかね。これからどこに行くかと言いますと、新型コロナウイルスの第4回目のワクチン接種に行こうと思っております。今回の会場はね、この中心市街地の近くにあります商業施設のカリーノというところがあるんですけれど、そこのね、何階かな、6階か何階かにね、集団接種会場があるので、今回はね、そちらに向かいたいと思っているところでございます。ちょっと人が多いんでね。まあね、今日からお盆休みということで、街は人が多いのかな、どうなのかなというね、様子もね、ちょこっと見に来ましたけど、まあどうなんだろう、相変わらずっていう感じかな。そんなに人が多いのかどうか分かりませんけどね。ちょっと土曜日のね、お昼、ちょっとね、街で過ごしたいと思っております。集団接種の時刻は、11時50分から受付なんで、あと30分ぐらい時間があるんですけれど、その会場のカリーノの、1階と2階にはね、書店が、本屋さんがあるんで、そこの書店で、ゆっくりと本を見ながら、過ごしたいと思います。じゃあまたね、後ほど失礼します。はい、正面の赤い看板がありますね。カリーノと書いてますけど、あそこが今回の、ワクチンの集団接種会場でございます。何回だったかな、5回か6回じゃなかったかな。はい、今日も暑いですね。まあ、人の通り歩く人は少なめですね。まあ、皆さんお盆で実家の方に帰ってるんでしょうか。お盆でね、帰省する人も多いのかなと思うんですけれど、街中は人が少なめでございます。はい、ということで、あそこカリーノでね、今から集団接種受けていきたいと思います。はい、なんとか、無事に、ワクチン接種を終えました。今ね、接種後の、様子を見る時間、経過観察の時間で、あと10分ぐらいで、終わると思います。今回もね、痛みも、今のところ副反応も、何もございません。無事完了しました。はい、ということで、なんとか終わりました。4回目ワクチン接種終わりました。これから町の方に行きたいと思います。はい、こういったね、検査会場でございましたけどね、こんな感じでございます。左側に行くと接種会場で、このエレベーターを使って移動するという感じでございますね。はい、ということで、皆さん、必ずね、4回目の接種行かれてください。ほんじゃまた。